皆さんこんにちは、山手アイコン急行運転手の翼です。駅名の由来になった場所を訪れる由来機構、本日の由来機構はこちら、 JR 函館本線の稲積公園駅です。駅のすぐ北にある手稲稲積公園からこの駅名が付けられました。このチャンネルでは約4年前から駅名の由来になった場所を全国津々浦々200駅以上訪れています。毎週金曜18時にアップしていますので、鉄道好きの皆さんやご近所さんはぜひともチャンネル登録してください。それでは早速手稲稲積公園を探検しに行きましょう。稲積公園駅を出ましょう。改札は1つ、出口は2つありますけれども、つながっているだけで、まあ間違えてもいいでしょう。スロープ使うかエレベーター使うか、まあ階段かな。階段を登って駅の北にある川を渡りましょう。そりゃそうですよね。こちらの歩道橋、自動車の橋の真下をくぐるように通っていました。まあ、そりゃ Google マップで見つからないわけだ。稲積公園駅は高架です。下を流れる川はサンタル別川と言います。ちょっと水が少なめですけども、あ、違う、草がいっぱいあるだけであんまり水が見えないだけでしたね。向こうに青い面のテニスコートが見えます。もうあちらが手稲稲積公園です。エレベーターがあってバリアフリーですね。階段を降りて横断歩道を渡りましょう。するともうこちらに書いてあります、手稲稲積公園。というわけでもう到着しました、手稲稲積公園です。手稲稲積公園、漢字6文字中3文字が乃木編、うん、手前に先ほど見えたテニスコートがあります。もう少し奥に行ったらプールとか野球場とか、あとパークゴルフ場とかあります。いろいろ散策してみましょう。テニスコート16面です。いや広いと思ったんですけど、数えてみたらなんか6面6面の12面、あれもう4面どこ行ったんでしょうか。風で飛んだのかな。あちらは結構広々、野球場でしょうか。駐車場、テニスコートのそばに手稲稲積公園の管理事務所、2階が事務所 で1階がアイスクリームとか飲み物とか自動販売機があります。公園の管理事務所、受付は朝の9時から夕方5時まで。中で公園の案内マップもらってきました。で、それとは別にもう一つ公園の運動施設のご案内の紙までもらっちゃいましたけども、特に私利用するつもりないんですけどね。まあいいか。管理事務所から一歩入ると、あらあら、木のトンネル、うん、涼しいですね。丸い滑り台、おそらくこれ水の滑り台ですから手稲プールでしょうか。で、それとこちら側には野球場、広い広い野球場があります。バスケットボール場と思いきやゴールが片方だけにしかありませんので、ミニバスケしかできませんね。あ、テニスコート4面ここまで飛ばされたんですね。ナンバー3パー3 48m、 パークゴルフ場です。前会津鉄道のふるさと公園にもパークゴルフ場ありましたよね。あと北海道がパークゴルフの発祥の地だそうです。あ、なんかやってみたくなっちゃった。パークゴルフ場の向こうには多目的広場、
広い広い芝生があります。で、向こうの方に手足短くて尻尾がなくてお耳が大きいコーギーさんが元気に走っています。うん、かわいい。またまた広い場所の奥に古墳のような謎の丘、月山広場という場所です。どうでしょう、動画アップの時期、札幌雪が降ったらこちら真っ白の銀世界になってスキーできるのでしょうか。で、こちらに目を向けると遊戯広場、遊具がたくさんあります。うん、子供たちが遊んでます。稲積公園駅から反対の場所まで来ました。車道があります。一番北には休養広場、ベンチがあります。最後にこちら芝生広場、先ほどの多目的広場や月山広場と結構似ている芝生ですけれども、こちらは何でしょう、ピクニック専用かな。 JR バス手稲駅北口行きのバスが到着しました。そうですか、公園の中にバスまで入ってくるんですね。バスロータリー、こちらには手稲プールって書いてあります。入り口はこちら。あら、なんかすごく錆びれていますね。というわけではなく、開設期間が撮影日と被っていないだけです。開設期間はこちらに書いてあります。手稲プール券売所、開設期間が7月13日から8月25日、まあ、大体子どもたちでいう夏休み期間だけなんでしょうね。さあ、今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。駅から徒歩5分の手稲稲積公園を散策しました。遊具あり、プールあり、そしてスポーツ施設ありの何でもある公園です。札幌駅からも15分ほどで到着します。皆様もぜひ来てみてはいかがでしょうか。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさようなら。